生ゴミコンポスター、今回は使う編です。この生ゴミが分解して堆肥となったコンポストですね、これを畑に使っていきます。ほら、春になってかぼちゃですかね、こぼれ種で芽を出しています。ここは少し堆肥としても使っているんですけども、もうほとんど1年以上ですかね、あんまりは土を動かしていないですね。このようにかぼちゃのヘタなどこういうものは残りやすくて、まあ、結構ゴロゴロしたものもありますが、まあ、ガサッと取ってね、これを畑に堆肥として使おうと思います。よっ、卵の殻とかね、まだ分解していないものもありますね。ちょっとしばらく袋に入れて1ヶ月ぐらい寝かせておこうと思います。まあでも使うときは畑の土の上にパラパラと撒こうと思うので、まあ多少未分解でもね大丈夫だと思います。まあ、土の中に埋めてしまう場合は分解するときにガスが発生するので、まあ、ちょっと寝かした方がいいと思うんですが、これはよく効くと思いますよ。畑にね、生ゴミをポンポン埋めていたところはこぼれ種でかぼちゃとかほおずきがねすごく良くなったのでいいと思います。袋いっぱい取りました。まあ土がちょっと減りましたね。使っていると少しずつ増えていくと思うんですが、まあこうして使うと減るので、また畑から取ってこようと思います。そしてここに生ゴミを埋めましょう。はい、前まではね1日ごとに埋めてたんですが、まあ、何日か貯めてバケツいっぱいになったら埋めるというふうにしています。あ、これ人参ですよ。こんなところからねこぼれ種で育ってるんですね。強いですね、こぼれ種。はい、大きな穴を掘って埋めます。ドカッとね、なんか見てくれてる人から大胆で笑ってしまいましたというコメントももらいました。はい、大胆にやっていきますよ。まあある程度大雑把にやってねできることが分かったら、まあする人も増えるかなと思いまして、まああんまりいっぱい投入しすぎたら分解がなかなか進まないので、まあ冬の間とかはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。まあ土を上にかぶせておいたら、まあウジ虫が湧くこともまあそうないと思うので、まあもし湧いてしまってもね、まあそれも自然の流れと思って、まあ少し休ませておくということでいいかと思います。はい、畑で使ってみます。嫌な匂いとかは全くないですね。はい、今トマトを植えているので、こちらに使ってみます。こちらは何も使っていません。そうしていろんな作物で比較してみようと思います。穴を掘って根っこが伸びていく先にまず使っておきます。そして土でかぶせてその上に移植します。表面にも巻いておきます。これぐらい、こちらは大鶴首かぼちゃ、少し小さめのこちら側にあげてみましょう。はい、表面にパラパラと、あ、これかぼちゃの
下手ですね。成長の様子とその比較をお見せしたかったんですが、残念ながら、こちらトマトがですね、青枯れ病ですかね、どんどん枯れていって、比較ができない状況になってしまいました。代わりにですね、ナスでも試しているので、ご覧ください。うちの畑は円形なんですね。この畝の内側の株に堆肥をあげました。あげている方が株が大きいですよね。こちら違う種類のナスでも、まあ、体がね大きくなったからいいというわけでも一概にはないと思います。まあ、人間でも同じでね、食べ過ぎで太りすぎたら、まあ、健康には良くないですよね。まあ、これは健康に育っているように思います。堆肥をあげた方がね、脇芽もね結構いっぱい出てきている印象ですね。まあ、これも一番果がついて、小さいうちねこれ取って、その下の脇芽を一本残して、ここはね、摘んでしまうんですがね。あ、ほらこちらまたこぼれ種でかぼちゃが出ていますよ。君ここでは育てられないんだよ。かぼちゃの方も鹿に入られて葉っぱを食べられて比較になりません。ごめんなさい。こちら堆肥の中に混じった種からトマトが大きくなってきています。あちらね里芋なんですが大きくなっていますね。トトロの世界に出てきそうな、子供たちが傘にしそうな。まあ堆肥など何も使っていなくて刈った草をどんどん敷いていくというやり方で、まあその土地に合うものはね何も使わなくてもこうして自らの力でよく育ってくれます。こちらは畑で育てている食用ホオズキ。一方こちらのホオズキはもうジャングルみたいになっていますね。まあ、元祖コンポスターというのか木枠があってですね、そこに生ゴミをポンポン埋めていたんですね。そこからこぼれ種で出てきて生ゴミ堆肥の力でこんなに育っているんですね。よく聞くということがこれでわかりますよね。どこかにないかな。おいしいホオズキちゃん。コンポスターの前のこぼれ種人参が種をつけました。人参の種見たことありますか。小さな種がねこうついていて、これ手でゴソゴソすると取れますよ。ほらほら、ナスが取り時を迎えました。見てください、こちらでっかい面白いグローブみたいですよね。やっぱりですねコンポストを堆肥を使った方が大きく、そして実も早くついていますね。例えばこちら使っていない方はまだ実がついていません。こちらも、ここはですね向こうが2個ついているのに対して、こちら手前は使ってない方は1つとかですね。あ、ここもそうですね、向こうが2個、これは今からという感じで、これもそうですね、別の種類のナスもこちらはついていて、
使っていない方は今からということですね。はい、そんな違いが出ています。まあ、使っていない方も、まあ、これから取れ始めるかなというところです。堆肥つながりでこちらを紹介します。これは草堆肥を作っているところです。庭や畑を持たれている方は草管理が大変ですよね。草を適当見ていると本当に疲れますが、まあ、こうして堆肥として利用できるとなればまた見方も変わってきますよね。草さんありがとうという感じで、まあ、草をね、のぞみにしておいても外でそのままにしておいても下の方は土になって使えるんですが、まあ、僕は土置き場がこうしてあるので、ここで置いておいた方が、まあ、流れていかないので使いやすいかなと思ってやっています。まあ、これはですね、土とそして草とそして米ぬかを層にして、重ねていっています。まあ、その方がね、分解が早くなるということですね。そして水をかけてうっすら湿っている状態にしておきます。これはもう2週間ぐらい経っていますね。中はあったかいですよ。発酵熱ですね。半月ごとぐらいに切り返しといって、まあ、混ぜれたら混ぜておいた方がうまく分解すると思います。まあ、そして数ヶ月したら使えるようになるということですね。土に対して草の量が多かったのでまだ草が残って混ぜにくいですね。まあ、気持ち混ぜておきます。皆さんもやってみてください。いいやり方があったらぜひ教えてください。うちで初めてスイカが実りました。可愛らしい実が。無肥料だとね、なかなか土ができるまで難しいと聞くので、これは生ゴミ堆肥のおかげでしょうか。はい、中はどうなってるでしょうか。おでも食べれるんかな。これどうやろ。黄色いな、ちょっと。お、種がある。やった。ほんまやね、種植えれるね。うん、ね、うん、美味しいよこれな。美味しいな。うん、その後3ヶ月が経ちました。だいぶ土っぽくなっています。これは小麦栽培で使い始めています。皆さんも試してみてください。それではまたまた。